はい、皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか一時期日本帰ってきてたみたいで。そう、1週間ぐらい前に、うんうん、今何月だっけ、9月だっけ、9月の5日から10日までの5日間ね、日本に帰ってたんだよね、うん、それは何用で。まあチームがオフになったっていうのがあるから、特に何かの用があったわけじゃないんだけど、うん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 、6日のオフにオフをもらったから、うん、まあ、ちょうど10試合経過したところだったし、はいはいはい、体のケアも含めて、うんうんうん、1回日本帰ろうかなみたいな。なるほど、うん、ちょっとねその時会おうと思ってたんだけど会えなくて、ね、そうそうそう、うんうん、ちょっとね5日だとねなかなかねタイミングがないね。この前1ヶ月半ぐらいあるタイミングでの中では会えたけど。そうだね。その5日間は何したの、もうほぼ体の治療とか、うんうん、まあ、あとまあ家族とご飯行ったりとか、うんうんうん、本当に家でゆっくりするのと、あと体のケアみたいな感じで終わっちゃった。お、体のケアっていうのはそのマッサージ的な。ね、いつも通ってる針治療してくれてる場所があるんだけど。なるほどね、そういう感じだ。そこに数回通って、あとその体のバランスを見てもらえてるところがあるんだけど、バランス、そうそうそう、そこにも行って、あとはまあ自分でそういう期間にできだからこそできるトレーニングをちょっとやってって感じかな。やっぱり日本の方がいいんだ、そういう針とか。いやもうね、全然違う、マジで。もう全然違う。まあその人が俺は本当に信頼してる方だからっていうのもあるんだけど、やっぱり針で治療したいなってこっちで思うことも多々あるわけ。そうで、いろんな口コミとかいろんな紹介とかで行かせてもらうけど、もうね本当に全然違う。あるにはあるんだね、そっちも。ああ、やってくれる人はいるけど、もうね本当に全然違うんだよね。それって日本人？うん、インドネシア人。インドネシア人か。本当にヨーロッパで活躍してる選手と、うん、日本の社会人リーグでサッカーしてる選手ぐらいのレベルの差が感じる。違うね。うん、全然違うでしょ。何から何まで違うでしょ。設備とかも本当に。いやもう設備とかは正直針一本あればできるけど。あ、そっかそっか。じゃん、そうそう、だから設備は変わんないんだけど、うん、その流れだったりとか、はいはいはい、うん、まあ打ち方とか深さだったりとか、うんうんうん、体をこう俺の体に触れてみて、うん、どこがどうなってるかっていうのをちゃんとあっちが分かった上で針を打ってるかとか。やっぱ分かるんだね。そういうのってなんか上空ぐらいに思ってたけど、うん、やっぱ分かるんだね。分かる。その日本のところの先生は俺何も言わずに行ったりするのよ、うん、本当は例えば桃の裏と腰がちょっと気になってるんだけど、うん、何も言わずに行ってとりあえずじゃ寝転がってみたいな、うつ伏せになってって言われて、うつ伏せになって、何も言わなかったりするんだけど、こうやって体のこう触るわけよ、上からこう触って何も言わずに打ってくれるわけ、そういうところ中心に。で終わった後とかに、実はこう気になってたんですけどみたいな話したら、いや分かってるよみたいな、こことここが張ってて、ここがちょっと怪しいから、そこを中心的にやったし、そこはこことここどういう風につながってるから、そこをちょっと緩めたしみたいな、なんかこう全部なんかつなげてくれるとか気づいてくれるね。なんかそれ悔しいね。だって本当は1週間に1回とか2週間に1回ぐらいやりたいんだ。いやもうやりたい、マストでやりたい。もう1週間に1回は少なくともやりたい。そうだよね。だから今そうやってインドネシアに行っちゃうと、結構体が常にベストコンディションっていうのは難しいんだじゃん。まあそうだけど、まあそうは言ってもさ、その中でやらなきゃいけないから、しかも一つの怪我が俺らって命取りになるし、サッカー選手特になんかこう東南アジアって明日の保証なんかないから。はい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 。だから体にお金をかけた今回は。なるほど。そのかけたっていうのは、自分でできる範囲の用具っていうか、そのリカバリーグッズだったりとか、そういうのは今まで以上にお金かけて持ってきた、こっちに。あ、そうなんだ。なんかそういうのがあるんだ。何、例えば何、例えばそのリカバリーブーツっていうのかな、ちょっと名前は分かんないんだけど、正式名称は、なんかこう両足になんかこうブーツっていうか、こう股関節あたりから足先までこう覆うような袋っていうのがブーツみたいなのに入るわけ、でそうすると空気圧がブーってなんか圧迫されて、膨らんでブーって空気入ってブーって、そう、膨らんだり縮んだりとかして、その血流良くしたりして疲労回復を、早くするみたいなのがあるんだけど、それもまあ安くはないわけ、まあ、そういうのを買ったりとか、あとはその自分でマイクロカレントっていうその電気を感じないものがあるんだけど、それを買って試合、まあ基本的にほぼ毎日やってるけど、気になるところとかにこうテープで貼って、テープっていうのが何ていうのかな、
まあ、ジェルパックみたいな、うん、貼って電流流してリカバリーだったりとか回復を早くするみたいなものを買ったり、あとはまあ普通にさ、なんかこうよくあるじゃん、ヨガとかでも使ってんのが、なんかこうストレッチポールみたいなのがある。ああ、わかるわかるわかる。まあああいうのも、俺はなんか自分の体に合うストレッチポールとちょっと硬すぎるやつとかあるから、うんうん、そう、ちょっと自分がいいなって思うストレッチポールを買って持ってきたとか、あとなんかブブルブルみたいな、なんかマッサージガンみたいな、わかる？最近ある。それわかんない。なんかね、ガンみたいなやつで、うん、その先端にこう4種類ぐらいになんか形を変えれて、うん、なんか振動が起きるわけよ。スタート振動も1から4か1から5ぐらいのレベルがあって、うん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 、振動の速さね、うん、で体のこう気になる部分にこう当てて、うん、あの筋肉を柔らげたりとかしてくみたいな、うん、マッサージガンっていうのがあるんだけど、うん、まあそういうのあったりとか、まあそんな感じで、まああとは頻繁に交代浴に行ったりとか、うん、そんな感じ。交代浴って何？風呂？あ、交代浴って、そう、風呂、あのサウナに行って水風呂とあったかいお風呂、風呂でこう交互に入って、うん、まあ疲労回復とか筋肉の熱を逃がしたりとかするんだけど、え、それってさ、スポーツの施設としてサウナがあるの？違う違う違う、それはもう完全にサウナ日本と同じような感じ。あるんだ。なんかこう、まあでもそんな日本みたいに綺麗じゃないよ、本当に水風呂、お湯、サウナがあるみたいな。へー、なんかあったかい地域だから、そもそもサウナって存在しないのかと思ってさ。なんかあるね、普通。あるんだね。しかも水はめっちゃ冷たい、やばいマジで。いいじゃん、それいいんじゃないの。あ、いいいい。だからなんかわかんない、ちょっと俺の感覚だと日本だとさ、こう銭湯とか行くとさ、まあ水15、6度って感じだと思うんだけど、うんうんうん、多分こっち下手したら10度切ってんじゃないかなと思うぐらい冷たい。あ、やばいね。まあないんだけど、その温度、うんうん、めっちゃ冷たい。だから全部入れない、体腰ぐらいまで。あ、そう。うん、なるほど。まあちょっとじゃあ今は結構なんだ、まあ、海外で設備が整ってないとか人がね日本にはいないとはいえ、うん、ちゃんとこうチームの中でいろいろ環境が整ってきてると思うんだけど、うん、実は南部選手にはサッカーをチームとして所属できていない期間があったっていう話があるんですね。そうですね、うん、でそれが、まあ、プロになって、JFL も含めて、サッカーをやって4年間、計でチームは3チームっていうところで、うん、やって、だから計、チーム5年目、サッカー人生でいくと5年目のタイミングで、うん、実はチームに入ってなかった時期があると。で、それが期間でいくと、8ヶ月だね。8ヶ月。まあ、これサッカー選手で、ね、チームに所属するのが当たり前の世界からすると、相当長いよね。うん、長かった。うん、だね。まあ今思うとあっという間だったけど、その当時はめちゃくちゃ長くかかってた。なるほどね。まあ一応これを、まあ南部健三のニート期間と呼んで、今からちょっとこの期間について、ラジオ収録をしていければなって思うんだけど。うん、いいですね、うん。実際このニート期間も総合的に8ヶ月バーッと経験した中で、どう感じたの、うん、どう感じたというか、うん、なんか一言二言で言うとどうだったのこのニート期間は。いやもう結論から言うと、もう一生経験したくない8ヶ月であったし、うん、ただもう一回人生やり直してるとしたら、うん、絶対に経験しておきたい8ヶ月でもあった。はあ、なんか深いね。なんかめっちゃかっこいい感じになっちゃったけど、本当にそう思った。なんかかっこいい感じで言ってるけど、うん、じゃあちょっとそのニート期間について結構掘り下げていきたいんだけど、スポーツをしていないというか、そのサッカーをしていない8ヶ月っていう認識で合ってんのかな。一生経験したくないっていうのはどういうところがそうだったのかなと思って。まずはやっぱりもうシンプルに収入がないじゃん。はい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 。だからお金が減ってくだ一方だから。うん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 。それはきつかったね、正直。なるほど。まああとは、やっぱり所属クラブが見つからないっていうその先に対しての不安っていうのもあったから、うん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 、正直自分がサッカーやりたくても所属先がなければサッカー続けられないじゃん、うん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 、そうだからサッカー絶対にやる続けるっていう気持ちもありながら、うん、もしかするとこれがサッカー引退しなきゃいけない時期なのかなっていうのも頭の片隅にはあった。あ、そっかそっか。じゃあそうすると、FC 大阪から、チーム移籍するっていう話になって、うん、そこからどういういきさつでそうなったかっていうところの話を聞こうかな。いや、まあ、そもそも FC 大阪に入った時は、うん、まあ、前回の時も話したんだけど1年ではもう退団すると思って入って、うんうんうん、そうで FC 大阪を退団してからはもう
カテゴリーを JFL 以上のカテゴリーでチームを探したから、うんうんうん、そうで JFL 以下にはもう戻らないって決めて、うん、上のステップのチャレンジをしたって感じ、うんうんうん、でその8ヶ月間でいろんな練習参加だったりそのトライアウトだったり受けて契約できるチャンスを伺ってたって感じ、うん、はい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 。そこら辺からどうチームが所属できなくなったの？まあ、シンプルに契約できなかったっていうのがあるかな。まあ、どこもだから拾ってくれなかったというか。はいはいはい、はい。まあ、もちろんね、第一に俺の力不足っていうのはあるんだけど、うんうんうん、その契約に至らなかったっていうところが、まあ、すべてかな。はいはいはい。じゃあ、それがニート期間の始まりってことね。そうそうそう。始まり、うん、そうだね。いつ終わるか分からないニート期間が。あ、そうか、確かに。確かに、ゴールが分かんないのか。そう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 、ゴールが分かんない。だから、いきなり決まるかもしれないし、もうずっと決まらないかもしれないし。あ、なるほど、ね、でそれこそ、いつ練習参加のチャンスがもらえるかもわからないし、はあ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 、だからもう常に準備しとかなきゃいけないし、はあ、準備してもチャンスは来ないかもしれないし、うん、みたいな8ヶ月間。はい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 、うん、例えばお金もちろん収入も得たいから、うん、いくらコンディションを整えとかなきゃいけないとしても、うん、仕事はしなきゃいけないじゃん正直。そうか、飯食っておかなくちゃいけないもんね。そう、 そうそうそう、うんうん、だから知り合いの人のつてをたどって、うん、パーソナルトレーナーの指導者として予定を入れてもらって、うん、もうあのいつからいつまで時給いくらっていうのを決めてもらって、もうあとはもう当日を迎えるだけっていうところまで行ってたんだけど、うん、その日に練習参加が急に入っちゃってキャンセルしなきゃいけなかったとか。なるほど。あとこれ結構自分の中でおもろいのが、うん、これはマジで多分誰にも言ったことないんだけど、おうおうおう、深夜のホテルの皿洗いの時給が良かったから、やば、そう、もうそれやるしかないかなと思って、うん、その責任者みたいな人に連絡して、うん、まあ、人をつって辿ってお紹介してもらったんだけど、うんうんうん、で全部事情も説明して、じゃあ受け入れるよってことになって、じゃあいついつ出勤ねってなったタイミングでまた練習参加が入っちゃって、それもドタキャンしなきゃいけなくなっちゃったとか。あらま。そうだから、なんかそういうのってさ、いくら俺の事情を知ってくれてるとしてもさ、うんうん、あっちも仕事だしさ、うん、こっちも人の紹介でその人たちに繋がってるわけだから、うんうんうん、ドタキャンには変わりないじゃん、うん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 、そうだから、そうやって仕事をくれるにもかかわらず、うん、なんかそういう風にドタキャンしちゃうっていうのは、でも連絡って続いちゃったから、うんうん、それは本当申し訳ないなと思って、なんかどっちに対しても中途半端になっちゃうから。なるほど。そうそうそう、だからそういうのも経て、あ、もうずる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 ね、やっててもしょうがないから、もうここまでに期限決めて、チームが決まんなかったらもうサッカーをやめるって決めた。あ、そうだったんだ。そう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 。それは8ヶ月の1ヶ月目の時にもうその目標設定をした、うん、いや、それはね、正直ね、4ヶ月目ぐらい、3ヶ月ぐらいは正直決まんないかなと思ってたから、3ヶ月決まんないっていうのは想定してたんだけど、うん、4ヶ月以降決まんないっていうのは想定外だった。その期間の設定は何でだったの？まずそもそも俺が FC 大阪辞めたのが11月で、うんうんうん、で次のシーズンが始まるのが2月とかなの、うんうんうん、だからその3ヶ月間ぐらいは、その次のシーズンの準備だったりとか練習生を受け入れたりとか、うん、シーズンが始まってないからまだ準備段階なわけよ、うんうんうん、各チームが。だからそこに入っていく隙はあるかなと。なるほどなるほど、はいはいはい。今思えばすごい浅はかな考えなんだけど、当時はそう思ってたの。実力さえあれば入っていけたろみたいな。そう、他の部分は見えてないから俺は。で4ヶ月以降はシーズン始まっちゃって、もうチームある程度編成されて、うんうんうん、シーズンスタートしてる時点だから、うんうんうん、もうそのタイミングでよそ者を取ってくることはまあ難しいわけ。なるほどなるほどなるほど。まあ、そもそもプレシーズンのそのシーズン始まる前も難しいんだけど。はあ、はあははあ。そこは具体的に言うと、なんでなの？プレシーズンが始まる前のところ。なんでっていうか難しいってこと。あ、そうそう、なんで難しいのか。いや、もちろんだってそのシーズン始まる前にもう決まってるわけじゃん。うんうんうん。例えばじゃあ水木が店持ってます、うん、今カフェやってるでしょ、うん、じゃあ来年の4月にオープンしますってなって、うん、2月3月っていうのはもうある程度社員も決まって、バイトも例えば決まって、はいはいはい、方針も決まって、準備段階に入ったわけじゃん。でバジェットも決まって、いくら使いますっていうのも決まるわけでしょ、うん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 、である程度その決まった人たちで同じ方向に向かって進んでる中で、うん、他の人たちがいきなりポンって俺入りたいですって言っても、うん、別に今そこ困ってないから、うんうんうん、そこを無理に入れる必要がないってなっちゃう。なるほど。と思うの。水木もそうじゃん。そうだね。うん。ま、例えば経理が足りないとかさ、うん、フロントスタッフが足りないとか、いろいろ探してたらまた別だけど、うんうんうん、ある程度も決まってたら、うん、もうそれでゴーサイン出ていくじゃん。はい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 。そうで、シーズン前の各チーム結構そういうのが、うん、もう決まってるから、うん、編成がね、うん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 、そう、なかなか入っていくのが難しいんだけど、うん、俺は当時は、うん、いやいやいや、俺実力さえあれいけるだろみたいな感じで本当に思ってて。なるほど。そんなに甘くなくて、うんうんうん、でそこにはいろんな事情もあるしさ、うん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 、まあっていうのがあって、俺は3ヶ月が勝負かなと思って。はい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 。実際その3ヶ月ぐらいで何チームぐらい行ったの？
どんぐらいだろうね。3ヶ月ぐらいで6チームか7チーム行って、 J リーグの総合トライアウトってやつも行ったから6、7チーム行ったかな。5行ったんだね。あ、うん、ちょっとわかんない、覚えてないけど、まあ多分5以上は行ったと思う。でその時の南部選手は、どっかでは絶対ぶつかるだろうと。そうだね、まあ どっかって言ったらさ、なんかあれだから、もう一個一個行くところにここが勝負だなって思って行ったけど、まあダメだったね。なるほどね。でその3ヶ月が過ぎ、もうリアルな4ヶ月目に突入して、それでいつまでっていう目標設定にしたの、うん、あ、そう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 。でそれがそのサッカーってさ、シーズンによっていつでもチームに所属できるわけじゃないから、移籍期間っていうのが決まってるわけ、うんうんうん、そうでは、まあ、シーズン前と、うん、そのシーズン途中に2回移籍期間っていうのがあるの、うん、あ、シーズン途中も行けるんだ。前期リーグが終わったタイミングかな。へー、そうで俺はその途中の2回目の移籍期間が終わるまでにチームが決まんなかったらもうやめるって決めた、うん、ってことは4ヶ月目に突入してあと何ヶ月と、そっから 3ヶ月ぐらいあったかな。あ、そうなんだ。はあ、はあはあ、そう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 、ああ、だからあと3ヶ月はやりきろうみたいな。ああ、ああ、3ヶ月はお金をもらわずにもうサッカーのどっかチームに入ることを集中してやりきると。いやいや、そういうことじゃなくて、うん、あのね、当時もその JFL っていうカテゴリーだったり、もう1個下のカテゴリーとかのチームはその期間内に声かけてくれるチームはあったの、ありがたいこと。ああ、なるほどね。うん、そうでそこもちゃんとお金は出してくれるチームあったんだけど、うんうんうん、俺はそもそもその FC 大阪辞めた時点で同じカテゴリーには戻らないって決めてたから。なるほどね。そう、それは断らせてもらって、はい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 、俺が決めた期間まではもう上のステップでチャレンジするっていう感じにした。はあ、すげえな。そこにはじゃあ結構な覚悟で臨んだわけだね。いやね、正直ね、相当覚悟あったと思う、自分で言うけど。うん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 。まあ、なぜかっていうと、今振り返ってみると、うん、練習環境がまずないじゃん俺。だから本当にいろんな人にお願いして、いろんなところに練習参加させてもらったの。例えば高校生のチームとか、中学生のチームで練習参加させてもらったりとか、あと JFL でお世話になってる司令がいたところに練習試合に呼んでもらったりとか、あと母校の中京大学っていう大学のサッカー部には結構長い間お世話になったんだけど、まあそういうところに練習参加させてもらう以外は一人でやるしかないわけよ。はい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 、はい、そうで、いつ練習呼ばれるかもわかんないから、うん、1週間の予定を自分で決めるわけ。そうで、月曜日からまあ日曜日までこういうメニューでトレーニングしていくっていうのに週始めに全部メニューに書き込んで、うん、で1人の時が多いからそれやるんだけど、正直クソつまんないわけ。はいはいはい、1人だもん、ね、1人だし、うん、ただ自分で決めたメニューをその8ヶ月間全部やりきれてたの、うん、正直サボれるじゃん。余裕でサボれるよ、ね、余裕でサボれるしさ、別に嫌な日だってあっていいと思うんだけど、なんかそれをすることが俺の中ではそのなんかもう自分に対してのさ、うん、なんかこう自分に対して嘘ついてるじゃないけど、うん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 、そんな風に思ってたから、なんかやりきれて、なんなら自分が作ったメニュー以上のことをやってたりしたの、うん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 、そうそう、だからそこまでやって、うん、もし無理だったらもう無理だなっていうのもあったから。その自分が作ったメニューっていうのは強度としてはどうなの？強度はそれだから大体イメージして、土日とかによく呼ばれることが多かったから、うんうんうん、土日とかまでにピークに持っていけるように逆算してメニューを作ってた、うん、あー、なるほど。そう、でも土日呼ばれないことがあるわけよ、うん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 、そんな呼ばれないことの方が多いんだけど、うんうんうん、そうすると土日は試合があったことを想定すると、うん、試合と同じぐらいの負荷をかけたいわけ。うわ、すげえ。ってなると結構な負荷をかけなきゃいけないの。はい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 。ってなるとやっぱり自分でボール蹴ってます、自分でドリブル練習してますか、そんなもんじゃ無理だから、はいはいはい、はい、もうそこにはもう一人で走りのメニュー入れたりとか、うん、スプリントメニュー入れたりしなきゃいけないわけ。うわ、それやってもやっぱ試合と同じ時間にはならないんだけど、うんうん、それに少しでも近づけるためのメニューを組むわけ。もうそれって結構やっぱきついの、正直。すごい、うん、そうで走りも何やってんのみたいな感じになったりするわけ、一人で。はあ、はあはあはあ。そうで、中京大学のグラウンド貸してもらって練習とかしちゃうんだけど、一人でね。へぇ。そうすると学生とかがさ、なんかこう授業の学生とかが俺が走ってるの見てたりするわけ。はい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 。わぁ、すごい、それすごい光景だね。どんな風に思われてるのか知らないけどさ、うんうん、なんかちょっと気まずさもあるじゃん。うん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 。なんでいつもこうやって一人で走ってんのみたいになるじゃん。うん、でも追い込んでるし、真面目だしね。真面目でやってるしね。ああ、まあまあまあ、うんうんうん、まあそんなことも含めて、うん、
いや、実際その期間っていうのが、南部の中ですごく大切だったっていうところだと思うんだけど、うん、その期間を経て、なんかこう、うん、なんて言うんだろうな、学んだことというか、それがなぜあった方がいいって言えるのかっていうと、どうなの？ああ、なんかね、ちょっと俺めっちゃ今日格好つけちゃう回になっちゃうかもしれないけど、先に、うん、先に、うん。ちょっと保険で知っとくけど、オッケーオッケーいいよ。マジな話、うん、なんかね、途中から、うん、なんか俺サッカー選手として成功するよりも人生で成功したいわと思い始めて。来た来ました来ましたよ、うん、なんか急に名言放り込んできたよ。いやなんかね、うん、いろいろ練習参加行くじゃん、うん、で、これ100も承知言うけど、俺の実力不足で契約できなかったっていうのはもう分かってるんだけど、うんうん、いろんなチームに行って、俺こんだけ自分でやりきって、うん、もし仮に契約できたとしても、俺このチームでこの選手たち一緒にやるのかみたいな。へー、なんかこ自分なりに頑張った成果が、うん、ここなのかってちょっとなんかすげえがっかりしたの。うん、ほうほうほう。それもう少し具体的に教えて。まあ言葉選ばずに言うと、うんうん、別になんか自分が思ってるほど技術的にもあるわけじゃないし、ほう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 、なんかそのサッカー選手としての自覚があるわけでもないし、なんか別に選手としてっていうか人としての花があるわけでもないし、なんかこの8ヶ月俺が頑張って乗り切って契約できたとして、うん、その人たちと一緒になんか、まあ、全部のクラブじゃないけど、うんうんうん、その人たちと一緒にサッカーやってまたこっから頑張れるの頑張ろうって思えないかもみたいな。へえ。なんならこの人たちなんでこのチーム入れてんの？まあそこまでは思わないけど、うん、あとそのやっぱさ、いろいろ練習参加行かしてもらって、うん、選手だけじゃなくてクラブのスタッフとか、うん、経営側に回る人たちも見れたわけよ、うん、少なからず、うん、全部じゃないけど、うん、でその時にあなんかこういう人たちがこういう立場のところにいてチームを作ってるんだみたいな。でなんかもっと俺だったらこういう風にできるしなとか、うんうん、もっとこういうところすればいいのとか、逆にあ少しこうエネルギーがあるなって感じたチームはやっぱりこういう風にチーム組織として作られてるんだなっていうのが見えたりとか、うんうん、サッカー以外のところが見えたわけ、うんうんうん、そうだから途中からなんか練習参加行って、うん、じゃあ契約できませんっていうことに対して別に一喜一憂する人全くないなと思って。はあ、すごいね。なんか悟りモードみたいな感じだよね、うん、でなんか、まあ、逆説的になるけどさ、なんか成功するためにはなんか失敗絶対不可欠だと思うんだけど、うんうんうん、やっぱ失敗とかその挫折するからかなんか勝ちたいとかっていうのさ、うん、執念とか生まれるじゃん、うんうんうん、でなんかそもそも最終的に、まあ、成功ってどこかわかんないけど、まあ、成功っていうのを定義するとしたらさ、うん、成功しちゃえば失敗っていうさ概念もないし、うんうんうん、みたいな、なんかもう結局ずっと続けてれば成功への過程になるからみたいな感じに思って、なんかもうサッカーじゃなくてもう人生で成功するための道を選ぼうってところにマインドセットが変わった。それ何ヶ月目なの？でもそれも多分 4,5 ヶ月目だと思う。へー、まあ、あとそのチームが俺のことを契約しなかった時に俺結構本読んでたの、うん、その時ずっと、うんうん、まあ、今も読むんだけど、うん、本読んでて、うん、その時にさローランドの本を読んでて、うんうんうん、そうで、そのローランドの言葉を大切にしたのはなんか俺が使えないんじゃなくて、うん、俺のことを使いこなせないだけだからって思うようにしたみたいな。わ、すごい。ホストの時に。すごい。っていうのを書いてあったの。そ、今の南部が気づいたマインドの言葉にちょっと似てるかも。そうそうそう。うん、さ、ローランドとは小学校の時からさ、付き合いあるじゃん。うんうん。そうなんだよね。サッカーでね。そうそうそう。うんうん、で、親近感もあるし、うん、彼が俺さ、成人式とかも一緒にいて、ホストの時にすごい苦労したっていうのを知ってたから、うんうんうん、なんかそれを自分に重ねてみて、うんうんうん、この言葉をもらってね、それをすげえこう自分に生かして、うんうんうん、別になんかチームが俺をなんか使えないんじゃなくて、うん、あ、俺がチームと契約できないんじゃなくて、うんうんうん、あいつらが俺のことを契約できないレベルなんだよって俺が勝手に思ってた、はい、はい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 、いいね、っていうので、うん、もう一喜一憂せずに、うん、もう無理だったら無理で、うん、次に切り替えようみたいな感じのところに聞いた、失敗して、うん、いろんなところ見えたら、うん、その後の人生にも役立つかなと思ったから、はい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 、うわーすげえっていう感じで、うん、もうね途中からね過ごしてた。なんかこう着眼点がプロサッカー選手になるみたいなところにだけにギューッととらわれずに、結構広い経営の角度とか組織の角度とか、うん、そういうところも一級にこう視野が広がったんだね。そうだね、あ、うん、まあ本当になんかこう器がちっちゃい人たちが多かった、多い、うん、多いなって感じだったの。ほう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 、
どういうこと？なんかサッカーしか二十数年やってきてない俺だけど、うん、なんかなんかこうサッカー選手としてっていうか人としてのなんか器がなんかこう魅力を感じないなっていう選手が結構練習参加させてもらって多くて、なんかそういうのってなんかちょっと俺つまんないなと思ってて、まあなんかちょっと負け惜しみに聞こえるかもしれないんだけど、俺はもう担当直前にそういうの思って、なんでか知んないけど負け惜しみっぽく聞こえねえんだよな。あ、ほんと？まあだからそれが結局今に生きてるっていうさっき南部が言ったとこだと思うんだよね。まあまあそうだね。まあかっこよくさ終わりたかったら、まあ契約をさせてもらった上でそれ言えれば一番良かったけど、まあでもね契約全部のチームが断ってくれたからこそ今のがあるから、はい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 、なんかありがたいんだけどね。もうどっかで多分どっかのチームと契約したら今多分折れないし、うんうんうん、まさにさポイントそこでさ、そうやって今5ヶ月6ヶ月が過ぎてるわけじゃん、うん、でそれでまあだから南部が定めた4ヶ月ぐらいで2度期間が8ヶ月だから、ちょうど8ヶ月目ぐらいのところ、うん、まあ7ヶ月目ぐらいのところか、うん、で、うん、何があったの、何があって今インドネシアがあるのっていう部分だと思うんだけど、いやもうその7月のね、その最終的にここまでにチームが決まんなかったらやめるっていうのを決めてて、うんうんうん、で今お世話になってる代理人がその時もからお世話になってるんだけど、うんうんうん、あのその代理人の方にはもうここまでに決まんなかったらやめますっていうのを伝えてて、そのチームに行って結局決まらず、で地方のチームだったんだけど練習参加終わって、うん、空港で飛行機を待ってるタイミングでチームから連絡が来て、うん、今回は契約できませんという連絡が来たから、うんうん、あもうそこで俺はなんかもうこれんな感じでサッカー人生終わるんだみたいな感じを持ってたの、うんうんうん、で代理人に契約できませんでしたって話をしたら代理人も話聞いてるよっていうので、うん、一回じゃあちょっと気持ちの整理する時間も必要だと思うから、うん、一回じゃあ東京戻ってきてまた会おうみたいな、うんうんうん、っていう感じで終わったんだけど、うん、そしたらまあ15分後ぐらいにもう一回電話かかってきて、うん、明日、うん、明日タイに行ければ、うん、タイでのトライアウト、うん、練習参加できるかもしれないみたいな、うんうん、そうただまあ気持ちの整理もついてないと思うから、うんまあ、今日の夜までに返事してほしいみたいな感じ言われて、だから首の皮一枚つなんでサッカーできるチャンスがタイで生まれるかもしれないみたいな。なるほど。ただもう期限としてはもう明日とか行かなきゃいけなかった、うん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 、でまあ俺いろいろ考え、まあ、電話切って、まあ、夜まで連絡しますって言ったんだけど、うん、もう考えてる暇もないわけじゃん、うん、てか考えるもクソもないわけよ、選択肢が1個しかないんだから、やるか、うん、タイに行くか、やめるかタイに行くか、そうで俺はそのタイに行って最後のチャンスをつかみに行くっていうのを決めて、うん、10分後ぐらいに電話かけ直してもう明日行きますみたいな、はい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 、言ってタイに行ってっていうのが今に繋がる感じ、うんうんうん、なるほどなるほど。でも、ね、ちょっと話さ左右するけど、うん、その8ヶ月間の間にもさ、やっぱお世話になってる人とかに、うん、いろんな仕事をさ斡旋してもらったりしたわけ、うん、それこそ会社、そのお世話になった取締りの方が持ってる会社の社員として働くとか、あとある大学のサッカー部のコーチやるとか、うんうん、あとベンチャー企業で一緒になんかまあ俺の仲間ね、うん、仲間が起業するとか、うん、なんかいろいろこうポツポツとかあったんだけど、うんうん、そうそうだ、まあ、ただ全部断って、うん、サッカーとりあえずこの期間まではサッカーやるみたいな、うん、なんかやっぱねでもね決めたんだけど、うんうん、やっぱねちょっとね俺もねなんていうのかな、その揺らぐの、揺らいだ時一瞬あった。あでもこの時にめちゃくちゃ俺は揺らんじゃダメだなっていう決め手になったのは、うんうん、俺はあんまこのレア嬢でさ嫁の話しかしないけど、うん、その嫁に一回聞いたことがあんまサッカーのその時もネガティブな発言一切してこなかったんだけど、うん、俺が一個だけ聞いたの、うん、こんだけチーム決まんないけど、うん、そのもうサッカーやめて働いても欲しいとか、うん、なんかそういうのあるみたいな、おおほう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 、正直に言っていいよみたいな、うんうんうん、そしたら、うん、なんて言ったと思う？いやーむずいなもう一回質問してだから俺が嫁にこんだけチーム決まらず収入もありません、もう正直先もあんま見えません、うん、もう
あの普通に働いてほしいとか、うん、もうサッカー以外の道を進んでほしいとか、なんかそういうのあるみたいな。はははは。なんかもしもなんか思ってることがあるんだったら、まあ、聞いてみたいなことを聞いた。うん、うんうん、そしたら、なんかあそんな気持ちでサッカーやってんのみたいな。うん。なんかもうそもそも健三と結婚する時には、うん、もうこっちは相当な覚悟で。うん結婚してるし、そもそも全部がうまくいくとは思ってないみたいな、うん、だから自分がやるって決めたことをやりきれないぐらいな覚悟でサッカーやってるんだったら初めから結婚してないみたいな。ほーって言われて、そう来たかって。なるほど。そう、そう来たね、すごいなと思って。そうで、まあそんなにさ、なんか俺なんかよりも相当な覚悟って言ってくれたわけだから、うん、で、まあそんなことも含め、うん、踏まえて、うん、いろんないくつかの会社とかさ、こう連絡くれたりしたって言ったでしょ、うんうん、でその時いろいろ考えたわけよ、うん、でもなんかそもそもなんか俺の人生7歳でさサッカー始めてから、うん、サッカー選手になるって決めたのがまあその当時だから、うんうんうん、もうその時からそもそも俺リスクしかない人生選んでるわけよ。なるほど。もうサッカー選手になるって決めた時から、うんうん、もうその夢にはもうリスクしかないわけ。はい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 、なるほどなるほど。あ、そう取るか。なるほどね。そう。だから、もう今更そのリスクを恐れてて、何が起きるんだみたいな。もうそんなの、そのリスクを今更恐れたら、もう自分に嘘つくことになるから。そう。うん、どうせ当時、俺はもう当時ニートじゃん。うん、だから、あのマイナスになることはないわけよ。その当時っていうか、その無所属の時ね。そうそう、うん、だから、うん、ここで仕事し始めようと、うんうんうん、俺がこのままじゃあ自分が期限を決めた8ヶ月をやりきって、うん、サッカーやめようと、うん、それ以降はもうプラスにしかなんねえ。なるほど。そのあと数ヶ月をビビってリスクにビビって逃げてどうすんのみたいな思った。ああ、ほう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 。そうだからもう最後の最後まで自分で決めたなんだったら、うん、決めた期限まではもうリスクを得よみたいな感じでなんか自分に思って、はーほう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 、そう、うん、っていうのも自分に言い聞かして、うん、その会社とかその大学のコーチとかも全部断らせてもらって、なるほど、先が見えないニートの道を選んだ。あー、なるほどなるほどなるほど。それが途中で仕事が来たのに、オファーにがあったのに、やりきれた理由なんだね。あ、そう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 。なるほど、なるほど。なんか、まあまあ、そもそもなんか、いや、本当ありがたいんだよ。本当にありがたい話なんだけど、うん、みんな気にしてくれて。うんうん。でもなんか、不思議と、うん、それに対して魅力を感じなかったから。なるほどね。まあまあ、まあ、マジで。うん。いや、なんか、あんま好きじゃないんだけど、この言葉。なんかマジで自分と向き合った期間だと思う。今日は連発じゃないですか。いや、なんか自分にベクトルを向けてやとかさ、わ、うん、かるやん。そう、そんなのさ、もう口に出してやることじゃないから、うん、あんな当たり前のように持っとかなきゃいけないことだから、うん、あんまり言いたくないことなんだけど。でも、なんか、なんだろう、南部が自分と壁打ちしてるっていう感じよりかは、めちゃくちゃバーッとキャパが広がった感じがしてるんだけど、それはなんでなんだろうね。いや、マジで本当にそう。なんかその期間で、うん、なんだろう、本当に自分のなんかこう人としての器が広がるとか、うん、視野が広がるというか、うんうんうん、見えるなんかさ選択肢が広がるというか、うん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 、なんかそういうのは本当自分でも感じて、うんうんうん、だからなんか一人の人としてなんか成長できた期間ではあったなっていうのはもう自負してる。なんか普通やっぱチームも見つけられないし、まあ、仕事を探すみたいなところでぐーっと狭くなりがちなんだけど、なんかとてつもない角度の視野まで広がっちゃったみたいな感じになってるじゃん。そうだったかもしれない。ね、それってなんかやっぱりなんか特有の強さというかね、あ、そうなれる、そっちの方向は誰でも誰しもが行こうと思っても行けない角度だなって思ったりするけどね。ああ、うん、いや仮にさ、ローランドのその名言があったとしても、うん、それって別に変な話、偏屈な状態になっちゃう可能性もあるじゃん。うんうんうん、凝り固まって、うん、なんか勝手なプライド男みたいな感じになっちゃう可能性だってある中で、あ、そう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 、なんか南部はその解釈をもう少し自分なりに解釈して今の物事をもう少しっていうか、うん、もっと大きく捉えて、うん、なんかこう現状を作っていったわけじゃん。それってなんかすごい相当自分の壁打ちとは次元が違うぐらい、うん、心の広がり方が違うなって聞いてて思ったんだよね。ああ、
まあ、なんでって聞いたら、ね、多分分かんないんだろう。あでも、うん、一つその理由要因を見つけるとしたら、うん、なんか当時自分の周りに置く人っていうか自分の周りに、うんうんうん、自分が誰といるかとか誰と話すかとか、うんうんうん、そういうのはすっげえ気にしてた。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。なんか自分がやっぱ職業無職2位と、うん、ってなると、やっぱ自分に自信なくなっちゃったりして、うん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 、なんかこう、なんていうかな、ちょっと自分よりも弱い人っていうか、うん、なんかそういう人とこう、つるみたくなりがちだとは思うんだけど、うん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 、なんかすごい背伸びして、自分なりに、うんうんうん。なんか明らかに自分よりも全て上回ってる人に、恥ずかしながらも会ったり話したりとかするようにすると、なんか自然となんかこう、なんか自分が見てるところがマジでクソちっぽけに見えてきて。そうで、なんかすごいポジティブなことしか入んなくなってくるわけ。でもなんか練習参加にバンバン行ってた時って、やっぱりこうなんかお前もサッカー、その練習参加行ったチームの選手に、うん、お前26で最終学歴 JFL で、うん、今から J リーグなんか無理だろと年下とかに言われたからすげえなやっぱすげえ世界だな、うん、そうゼッケンポンって渡したら、うん、なんか触んない汚れんだろみたいなことが言われたりとか、うん、そうあとなんか練習参加をさせてもらったチームに、うん、行った初日になんで今日練習参加させたかっていうとみたいな説明から入って、南部くん1週間前どこどこの練習参加行ったよねみたいな、うんうん、で次僕ら、うん、公式戦の試合対戦相手がそこのチームなんだけど、うん、どういう練習してどういう選手を使いそうで、うん、どういう戦略でそのチームがあの1週間通して練習したか俺らのチームに教えてほしいみたいな、マジで、うん、っていうのもあった。で申し訳ないんだけど今回南部くんは練習参加2日なんだけど、2日の1日目はリカバリーで40分で終わっちゃって、あもう一日は確認で終わるから南部くんもしかしたら練習に混ざれないかもしれないみたいな、そうなんだ、まあ、それも大人の事情なんだけどさ、すっげーっていうのもあったりして、そうそんな話、まあ、そんなあんの、そうあった。でやっぱさあの自分の身近な人にもさやっぱもうサッカーもういいんじゃない、やめた方がいいんじゃないっていう話もあったけど、うん、まあ、そういう人に耳傾けてたらもう元も子もないわけ。なるほど。いやだったら、うん、もう自分がこう、ああ、背伸びしても手が届かないような人と会って、なるほどね。もうマインドを、自分のマインドをそこに変えちゃって、で、そういう人たちって基本的に自分が今置かれてる状態をネガティブに絶対言わないわけ。そう。で、それをすごいポジティブに変換してくれるわけ。で、そういう人たちいる方が確実に、当時の俺にとっても、今後の俺にとっても、あのプラスにしかならない。はい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 。そうだから自分の周りに誰を置くかっていうのが、誰と話すか誰と時間を過ごすのかっていうのはめっちゃ大事だなっていうのはその時感じて、だからこそなんかそういう風な捉え方をできたのかもしれない。その何もう全然手が届かないみたいな存在の人っていうのはもう異業種の人なの、うん、あ異業種だね。そうだね、サッカーもちろんサッカー俺がすごいこう信頼してるサッカー選手もいるし、うんうんうん、全くサッカーと関係ない人、関係ない人もいろんな人だった。すげえなその話。ちなみにめっちゃ気になったんだけど、それで相手チームの情報言ったの？俺言わなかった。あ、言わなかったんだ。それは言わなかったね。あどういう正義の名のもと言わなかったの？いや正義っていうかもうそれは人としてさ違うやん、うんうんうん、俺別にそのチームのさ、うん、あの練習生として行くわけだから、ね、そいつらに教える必要もないし、ないよね、うん、練習参加させてもらったチームに対してリスペクトもかけるし、うんうんうん、それはさ、うん、やっぱ違うやん。いや、違うだろうね。で、いや、それ言ってたら面白いなと思ったんだよ。家があったな。言って、逆に、そのチームが勝ってたら俺、契約できたのかな、そのチーム。その前、その考え方なかったな。小ずるいマインドね。そう、その後、お前、勝ったよ、みたいな。お前、いい情報くれたから契約するって言われて。そこで断れやがった、俺。あ、なるほど。うん。いやいや行きませんって。それで断るのかっけえな。いやそこで断るのが理想だったね。俺のレベルとそのあなたたちが持ってるチームのレベルがちょっと違うと感じたので、なんか練習生で、うん、練習で行かしてもらってそれ言えたらかっこよかったね。確かにね。でもマインドはもうその状態なわけでしょ、うん、もうあマインドはマジそうだった。そうだよね、マインドはもうその状態なんでしょ。うん、いつだって上からで、うん、なんかそうだね、無双状態の、そんな感じだった。なんかでもそれすごいな、なんかさ、なんだろう、入りたい
ところに入ってる人たち、例えば大企業とかさ、うん、入りたいところに入ってる人たちってさ、なんか人間性まで見切れないじゃん。もう大企業のその会社に入ってるっていうだけですげえっていう風な意識持っちゃうじゃん。あ、うん、そのなんかこう心の解決方法というかさ、突破の仕方みたいなさ、なんかそういうところってなんかすげえなって思う。なんか講演会で使えそう。あ、いやでもだから、うん、その経験は絶対話せると思うし、うん、他の人の媒体じゃなくて自分の媒体でその経験を伝えたいなと思うから、うん、俺ラジオで今話してる、うんうん、自分のラジオで初めて話してることもたくさんあるんだけど、まあそれはだから講演会とかでね、いつか話したいよね、うん、もっとうまくこうまとめて、うん、俺の話もうまく伝えられるようになれば、うん、いや面白いと思うな。やっぱなんかこうどうしても歪むというかさ、もうそこに入りたいところに入ってる人たちが上って勝手になっちゃうからさ、あっちはそう思ってたよ多分。めちゃくちゃ、なるほどね、めちゃくちゃ感じたからね。そっか、向こうはそう、いや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 みたいな、俺は思ってたから、うん、お前ら、うん、サッカーなんて1年後に、うん、もう全然立場なんか変わるし、うん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 、そもそも分かんない、知らない、サッカーはお前らの方がうまいかもしれないみたいな、うんうんうん、けど、うん、試合でどっちが活躍できるんだよみたいな、うん、全然契約もできてない、うん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 、いやなめんなよって思ってたから、へえ、うん、お前じゃあ来年再来年見ててみろよみたいな、うん、俺がもしかしたらサッカーやめてるかもしれない、うん、俺が普通に社会人として働いてるかもしれないけど、うんうんうん、で最終的にその成功っていう定義も人それぞれだけど、うんうん、そこに近づけてんのはもう確実に俺だからみたいな感じずっと思ってて、うん、いや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 、もったいないなってめっちゃ思ってた、その選手に対しては。あ、もったいないとすら思ってたんだ。いや、もったいないと思ってた。だから、うん、せっかくこう上手い選手も多いし、うんうん、なんかその考え方とか、うんうん、言動の一つとか、うんうん、行動一つとか、まあそういうのって結構いろんなところ見えたりするじゃん。うん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 、だから、うわ、せっかくいいの もの持ってるのにもったいないなとかいうのは結構俯瞰的に見てて。例えば俺がさ、起業して、会社を持ちました。うんうん、でか、そういう人たちが、うん、サッカー引退してすいません、そこの会社で働きたいっていう、もしも言われたとしても、うんうん、もうそんなこんなお前ら見えたら、うん、俺雇えねえよとか思いながら、なるほどね、先週参加してたから経営者にもなってもないのに全然なってもないのにどの目線で持ってんだって思うけど、うん、そんな感じで、うん、だからイラつくとか全くなくて、あ、すごいな。そう、だからもったいないなーとか思ってた。イラつくし、俺どっちかっていうと俺だったらなんかこう、うん、萎縮しちゃう。あ、もうなんかそれが全てすぎて、あ、うん、なんか俺だって萎縮するなーってすごい思っちゃうな。まあ萎縮も何もね、うん、俺がさ J1 とかさ日本代表の練習ポンって行ってるだとわけ違うから、うんうんうん、俺がさ、例えばじゃあアーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリードの練習行ってたら、わ、うんうん、かんない、一縮しちゃってたのかもしれないけど、うんうんうん、俺が行ってた、ね、チームはさ、うん、別になんか俺が全然一縮するところでもないし、うん、ああ、まあなるほどね、うん、まあまあまあって思ってたね。なるほどね、そっかそっか、もうそもそも、うん、そもそも絶対的別に上の立場のやつらではないってことだもんね。いや別に絶対的に上っていうのはもうそもそもサッカー選手である以上はないと思ってるから、はー、まあ、ちょっとなるほど、あれかもしれないけど、別に俺がレアル行ったところで俺分かんないよ、行ってみなきゃ分かんないけど、うんうん、同じサッカー選手として俺は勝手に見てるから、うん、すぐあっちの人たちにはすげえ申し訳ないけど、うんうんうん、だから別に、うん、うわこいつらマジかスーパースターだとは思わないようにはしてる。あ、いくらレベルが全然違くても、あ、そっか、同じピッチに立っちゃったら、うん、もうそんなのは関係ないから。あ、それはプロ選手のマインドだね、確かにね。うん、それが逆に年下だろうが、うん、新人選手だろうが、別にそれはそういう風に思ったりしない。なるほど。上も下もね。はい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 。うん、同じピッチに立っちゃったら別に全員一緒だし。うん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 。その中で同じようにリスペクトして見てる。なるほど。ああ、いいね。その発想、うん、めっちゃいいわ。いや、マジで8ヶ月、すごいね。濃厚だね。いやマジで本当に濃厚。これってさ、なんか変な、ナンバがその時 26?6? だよね、うん、その時にさ、変にさっきナンバも言ってたけどさ、なんかどっか中途半端な J のチーム入ってるよりさ、うん、全然良かったんだろうね、うん、いや本当に良かった、うんうん、だ本当に全部のチームが落としてくれて、うん、本当に良かった、うん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 、
だって今なんてさ、チームにも、まあ、海外っていうプレイヤーにもなってさ、チームも入ってさ、で、そこで優勝も日本人初で経験してさ、マジで数年先何起こるか分かんねえぞっていうのが本当に現実的に起きてるわけ。ね、そうだね、本当にね。いや、それで、そうすると、最初に話してた、その、冒頭のところ、ね。一生こんな経験はしたくないけど、もし人生をやり直せるとしたら、経験したい期間だったっていうところって、マジで本当になんか、言葉の妙だなって思うんだけど、もう一回そこら辺って、どうなの、いや、本当に言葉のままで、あの経験はね、もうしたくない、マジで。ただ、あの8ヶ月で得たものって、本当に大きかったと思うから、もう一回やり直せるとしたら、絶対に経験しとかなきゃいけない期間だったなっていうふうに思ってるから。なんか、みんなが得た方がいい経験っていうことではなくて、多分これってさ、なんかこう、その人のマインドにもよるし、ここでくじけるからこの言葉が生まれないこともあると思うんだけど、なんか、なんだろう。経験っていうか、その、これを超えれたじゃん。超えれた人の言葉だよね。そうだね。まあ、そうだね。まあ、全員が全員経験した方がいいと全く思わないし、むしろ全員が全員経験絶対無理だよね。絶対耐えれないと思うから。耐えれない期間だと思うから無理だと思うんだけど。すげえ、自分に対しての言葉なんだなってのはすごい感じる。あ、そうそうそう。だから自分に対しての言葉だよね、本当に。だから、それを、まあ、やりきったって思えた自分に対しての言葉ではあるから、いや、まさか南部がこんなちょっとこう作家さんみたいな感じの言葉表現ができるとは思わなかったかな。まあ、何よりあの無職で枯れない時期に泊まってたリッツカールトもすごいよかった。なんでリッツカールト泊まれてんだよ、金ねえのに。俺がリッツカールトンっていう風に名付けてた練習参加させてもらってる時に泊まってた1泊1000円で1000円の合宿合宿所でベッドもうねギシギシのベッドが1個置いてあって、でしかもその1000円もお前払えないだろって言って俺がお世話になってる高校の先生が毎日払ってくれて、住んでた俺のあのリッツカールトン懐かしいな。最後に持ってくんだよそれ、面白いじゃん。また行くわ、そこに使うぞ。なんか、みつきも連れてきてよ。もう経験したくない経験だけど、行っときたいな。そう、寝てんのに掃除のおばちゃん入ってきたりするからさ。今の、俺が寝てる間今のインドネシアと変わんねえじゃん。でもちゃんとね、はい、おはようーとか言って入ってきてね。俺が寝てる横でね、掃除機かけてね。最高。最高だわ。おもろい。なんかちなみにあれじゃない、なんかこういう期間でやってた練習メニューとか知りたい人はぜひコメントもらおうか。ああ、俺と、どこにあるんだろう、なんか多分ね、ノートに書いてあるけど、そのノートがどこにあるか分かんない。あ、マジで、なんか。もう引っ越ししすぎて、段ボールだらけだから、どこに眠ってるか分かんないけど、まあまあ覚えてるから。ただ、俺に聞くんだったら、マジやらせる。聞いただけで終わるなと。いやだって見て、ああすごいな、そうなんだ、分かんないじゃん、どのぐらいなの。いや、全く分かんないね。そんなの1日でもいいから経験してやってみて、あ、こうなんだって体験しないと、体で覚えろって思う。マジやらせる、めっちゃおもろいわ。今絶対聞いてこないだろうけど、それで聞いてくるやつだったら、マジで。それだけで俺が、なんかこう、社長になったら雇うわ。ああ、なるほど。いいね。面白いね。右腕として。いや、素晴らしい。めっちゃおもろい期間だったな。なんか最終こういう風に笑って話せる期間だったっていうのは、ね、ほんと、当時どう感じるんだろうね。どうなんだろうね。なんかおもろいな。きつかったな。車に乗って練習場まで行って、いや、一人か、みたいな。いや、どうしよう、今日練習、みたいな。めんどくせえ、みたいな感じで。ああ、やっぱあるんだな。車、あるある、車、いや、出るのか、みたいな。ちょっと10分だけ、車で休もうかな、みたいなこととかを言って。いや、でもこの10分休んだら負けるか、つって行くか、めんどくせえし、みたいな感じのことで、練習、行って。で、行ったら一歩踏み出しちゃったらやるわけよ。
そう、ただその車出るか出ないかのその瀬戸際のところでちょっと悩んだりするわけ。だから車の外出てドア閉めちゃえば俺の勝ちだから。なるほどね。そこまでの葛藤があったりとかしたな。朝あと5分みたいな、そういうことだよね。ああ、そうそうそう、あと5分寝たいみたいな、そういう感じ。懐かしいな。いや、すげえいい、面白かったな。そうだね、まあこれがもう一生ないようにしたいけどね。うん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 。まあでもさ、本当にさ、冒頭も言ったけどさ、俺らなんかサッカー選手だからさ、うん、明日も保証されてないし、うんうんうん、来年もできるか分かんないから、うんうん、本当に一日一日なんかそうならないためにもなんかちゃんと生きていかなきゃなと思ってるけど、うん、なるほど、確かに。だから怪我ないようにちょっと頑張ってもらいたいよね。まだまだ動く体だから。そうだね、まあ最悪なんかあったら、うんうん、あのニコタマのツタヤの横のちっちゃいカフェで働くわ。ああ、ちょっとコマーシャルしてくれんなよお前。ちょっと宣伝してくれてんじゃんお前。ちっちゃいって言うな。植物売るわ。ちっちゃいって言うなお前。植物売るわ。まあでも本当にこの南部が経験したことをずっと南部は温めてたんだよね、うん、いやだからそう、自分の媒体でやっぱ話すべきことだなと思ってたから。うんうんうん、うん、そうだからまあ本当ありがたい、うんうん、水木とかさ、リノさんがこういう風に一緒にやってくれて、話せる機会をあの与えてもらって、うん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 、いや楽しみだから。ちょっと今回ね、まあ、初めて聞く人もいるかもしれないんだけど、ぜひちょっと一回一通り聞いてぜひもらいたいよね、うん、そうだね、うん、聞いてもらいたいね、うん、なんか俺のこと知ってる知らないに関わらず、うんうん、なんかこうね聞いてもらって、うん、なんかなんか分かんない、捉え方の勇気が少しでもなんか活力になってもらえればなと思うけど、ね、うん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 、それはすごい面白いな、いいと思う。じゃあそんなこんなで今回も終わりましょうか。はい、それでは今回もクラウド3を聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。クラウド3は Twitter をやっているので、まあ、DM やメッセージは送ってくださいとは強制的に言わないので、ラジオは聞いてください。謙虚になってる、いつの間にか。ラジオは聞いてください。ラジオ聞いてくださいね。はい、それでは今回も聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。